機に落ちた信頼ボーイング737MAX 墜落事故、星1。安全性を高めるために自動姿勢制御装置を追加したが、それの不具合によって2回連続で事故った。ボーイング社は自動姿勢制御装置が重要インシデントになるとは予測していなかったのでご利用したが、運悪くそれが重要インシデントとなってしまったという話を、被害者側の立場を過剰に忖度して作成、学術的な資料としての有用さが乏しいこういうドキュメンタリーを量産してるとドキュメンタリー全体の信用度が落ちるいい作品です。技術者をないがしろにしたから売り上げが下がり、結果、安全性が下がったは誤り、技術者を優遇していた時からボーイング社の売り上げは落ちていましたが見せ方を工夫することで、その部分をぼやかしています。ボーイング社は予算の関係から政治工作をしまくるのですが、それを取り締まったり政治工作を許さない官僚設計制度の更新は必要ですし、そのあたりはとても勉強になります。金が莫大にかかっているこういった現象は、データではなく、お互いがお互いに政治に訴えて、客観性ではなく感情で決着させようとするお互いの振る舞いが人族ならではだと思いました。